どうも、お酒を果たしなってもマサヤンです。こんばんは。今日2019年の10月の14日でございます。はい、今夜もはい、黒霧島お湯割り飲んでおります。ちょっとすいません、今日ねなんか画像が悪いんですよね。というか画質が悪いんですよ。だいぶ悪い。ちょっといろいろ試みたんですけど、ちょっと回復しなかったんですいません。私のトークでなんとかカバーしていきたいと思います。第三国志、これ公式のページかな、まあ、右上に公式サイトってあるんですけども、一応まあなんか公式のこれページなんですかね。はい、決戦じゃなかったな、決勝中元の情報がなんかまあ出てる。これ公式サイトさ、ちょっとよくわかんないんだけど、ネットイースになって、その Wii Game Japan から移管したじゃないですか。で、まあその元々中国のある本場の公式も日本語版にしたのかどうかちょっと定かではないんですけども、まあ決勝中元のね、情報がなんか出てるということで、しかも一応日本語になってるのでね、はい、まあこれが実装されるかどうかは別として、まあ決勝中元は来期絶対来るので、はい、まあほぼ間違いないんでしょうけども、 3D モード襲来、戦はまだ続くということで、まあ私自体は 3D モードをまあする予定はないというか、まあ見ることは見ますよ。それでも多分プレイ中は多分 2D でやるとは思います。でこの事前登録キャンペーンっていうのはさ、ちょっと見にくいんですいませんね。やってるんですよね。何の事前登録なんかちょっとよくわかんないんですけど。芝居いますよ。菅の芝居とかいるけど。15万人達成報酬とか。これ何の、ちょっとよくわかんないですけどね。はい。芝居欲しいな。です。はい。で、3D モード紹介ということで、まあ、確かに臨場感あるということで、まあ、見た目はね、見た目はいいんだろうけれども、その、ね、まあ、プレイに支障があるぐらいだったら、やっぱり 2D の方がね、全然、まあ、いいのではないかなと思います。はい、まあ、動画としてはね、いいのかな、と思いますけど、ね、配信者がね、ちょっとありがたい、機能ではあります。はい。で、新征服シーズン決勝中元って呼んでいいんですかね。南&北の連盟大ということ、どういうことかな。決勝中元のシーズン中では2つの陣営しか存在せず、そして同じ能力を有している。南と北の連盟は策略の力を用いて所属が同じ陣営の同胞たちと天下を征服しなきゃならない。同時に史上初の大軍団、十数万人に上る大規模の乱戦が楽しめると。十数万人、これどういうことなの。プレイヤーの数ではないよね。プレイヤーの数一つのサーバーに全部入るってことみたいな。初となる野戦モードの導入ということね。これ一時期ちょっとね話題になりましたね。夜間部隊の行動は今まで以上に体力を消費することになるため、プレイヤーは現実時間の要素を戦略的に取り入れ、より柔軟性の高い策略を考える必要があるということね。夜は寝なさいということです。はい。多分。はい。ということで、まあ、二つの陣営で戦うということですね。はい。同じ陣営がこの同盟みたいな扱いで、まあ、戦えないんだったらね、いろんな同盟がたくさんあって、戦えないんだったら、まあまあ、二分割されるんでしょうけど、どうなんだろうね。普通に同盟同士で同じ陣営でも殴れるってことになると、まあいろいろまためんどくさいことになるのかなと思ったりしますけどね。ローグはどうなんですかね。ローグは相手の陣営に全部入り込んだりしたら、まあとんでもないことになるよね。でも負けた方がとんでもないことになりそう。乱世だ、乱世、乱世突入。はい、大乱世。はい、新部会新部長ということで、今回が領と長州馬隊来てますよね。これは実装されるんでしょう。領土ですね。式戦法、国士無双。大きく出たな。はい、戦闘開始後3ターン、自身と味方単体が毎ターン 33% の確率で
洞察状態ということですね。さらに自身が物理系攻撃で与えるダメージが 12.5% 増加、攻撃影響、はい、まあ、洞察指揮戦法ですね。洞察プラス自分のバフというとね、まあ使う人出そうな気もしますけどね。はい、長手ですね。戦意再戦、はい、戦闘開始後の最初の3ターンの間、これ追撃ですね。通常攻撃後、攻撃目標に対して攻撃を1回行う。ダメージ率 75%。4ターン目から通常攻撃の後に、敵軍単体に対してランタンに、多分ランダムにだね。1から3かな、これ。1から3回って幅が広いかも。よくわかんないけど。攻撃を行いダメージ率 75%。各回の攻撃目標は個別に判定されるという、まあ、追撃系でございます。はい。うん。木かな。はい。馬体、はい、馬体ですね。まあ職になるでしょうけど、自動戦法、法令五職かな。戦闘中に任意の味方が、これは普通攻撃、通常攻撃ですね。自動戦法、追撃戦法発動させた後、馬体の次の1回、通常攻撃の与えるダメージ 17.5% 上昇、攻撃左右される攻撃影響かな。次の1回に受ける全てのダメージは 10% 防御の影響左右される、はい、低下する。以上の効果は最大5回スタック可能ということになりますね。はい、2位の味方が通常攻撃主導戦法追撃発動された後、の次の1回の通常攻撃味方が攻撃したら自分の通常攻撃がアップするってこと？ああ難しいよな、最近。はい。で、次の1回の受ける全てのダメージは 10% 低下と。まあ、バフで、バフ、攻撃も上がり、防御力も上がるということ。2位の味方ってどういうこと？ 2 位。誰かがってことか。うん。わかりません。難しいから、最近。はい。ということでございます。はい、まあ、3部署かな、実装されるでしょう。はい、ということでね、皆さんお楽しみにということで、ただこれ日本向けなんでしょうね。これ実はね、何かしらにそのプレイヤーリストっていうのがスクロールされてるんですよ、ずーっとひたすらね。ちなみに自分の名前まだ見つけてませんけど、ぜひね、暇な方は見つけてみてください。で、一応スクロールしてるってことは、まあ最後何分間これかかるか分かりませんけど、横が 1,2,3,4,5,6 人、 5,6 人かな、あるんで、これを数えるととりあえず今のプレイヤーの人数が分かるかな、どれくらい第三国志を楽しんでるかっていうのが、ざっくりとした数字がまあ分かるのかな。数える人はちょっと暇な人を数えてみてください。はい、自分の名前ね、いつ出てくるんだろうな、分かんないけど、はい、確かにね、見てたら、あの人だっていう感じで、いっぱいいらっしゃいます。確かにいらっしゃいますので、どういう意図でこれをやってるか分かりませんけれども、暇つぶしにはねなると思うんで、皆さん、ぜひ自分の名前、で、いつ、ね、出ろ出ろと、いつ出るんだと、ということでね、これ見るのもさ、面白いんやね。名前がさ、名前が非常に面白い。ちょっと、放送禁止用語チックなんもね、あったりしますし、なんか面白いんで、もしよかったら、なんか、暇つぶしコンテンツかわからないですけど、見てください。これが何のサイトなのか、公式なのか、全登録なのか、ちょっとよくわからないこと多いんですけど、はい。だったら見てみてください。ちなみに公式サイトポチッと押すと、まあ、こんな感じでね、出ます。なんかじゃんけど、リツイートしてくれました。ね。はい。ありがとうございます、公式さんね。初めてかな、リツイートしてくれたの。それと、そう、大三国志思い出話チャレンジ18日、が締め切りなんですけども、
なんと当選者数を増加しますと、10名から15名に変更いたしますということで、これはたくさん応募されてるということなんでしょうか、わかりませんけど、はい、私もまだ書き上げてないですね。書き上げてない、ちょっとギリギリだから今日明日で仕上げたいと思ってるんですけども、応募したいと思います。はい。この、iTunes カードだったかな？ Amazon ギフトカードか。ね。今ちょっと Amazon ギフトカードでちょっと買いたいものね。いろいろあるんですよ。動画の新企画とか。今、準備してるんで。まあでも、うん、それまでもうね、購入するんですけど、Amazon ね、いろいろ買い物できるんで。ちょっと、今回はね、ここ最近のね、僕、リツイートキャンペーンとかに一切参加してないんですけど、今回はね、バーチコリと参加していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、お酒は私になってきませんでした。ちょっとすいません、画質悪くて。